何だったかな。頭のここまで出かかっておるのに思い出せん。そうじゃ、ザナドじゃ。それじゃよ、つい先日に言ったばかりじゃというのに、スコーンとばかりに抜け落ちておったわ。そう、それでじゃ、ザナドの景色にわしは懐かしさを覚えたじゃろ。その理由、やはり確かめてみなければと思うてな。うん、今日できることは今日やれと昔から言うしの。今のは先生、一人で一体どこへ。特に予定はなかったと思いますが、あと追いますかな。追いたそうね。それじゃ課外活動ということにするわ。うむうむ、やはり見覚えが。この建物は確か、肝心な部分になると記憶にもやがかかっておるようじゃ。しかしわしはここで暮らしておった、それは間違いないと言えるぞ。何しろ見る前から壁の向こう側にあるものが思い起こされるのじゃ。想像でどうにかなる話ではない。それにしても随分と谷の奥まで。恐ろしく大きな叫び。あ、あれを見よ、お主、谷の入り口に巨大な影が。先生を追いかけてきたは良いものの、何とも言えぬ状況になりました。前方には狼、後方には鷹、谷の入り口には魔獣ね。あれはそれも野生の、いえ、はぐれ魔獣とでも呼ぶべきでしょうか。あの魔獣をどうにかしないことにはこの赤き谷からは帰れなさそうね。何はともあれ、まずは先生と合流しましょう。狼に囲まれているわ。焦らず戦おう。私の力見せてあげる。私に任せてください。
仕事だ。てや、地獄で寝てろ。これで任務がやりやすくなる。また強くなってしまったか。
についた者は裏切らない。以前よりうまくやれるだろう。磨きがかかったか。
身も心も強くします。また鷹が現れたわね。魔獣と戦う前に始末しておくべきかしら。これで決める。私奮起します。私にはあんな真似できないや。終わったか。やれやれ、とんだ邪魔が入ってしもうたの。また狼や鷹に襲われる前にさっさと戻るぞ、お主。じゃがこの魔獣はなぜ赤き谷に。何か意味が。無事でよかったわ。でも単独行動は危険よ先生。我々も勝手についてきたわけですが、ここは互いに叱責を避けるため、単に貴殿と我々で課外活動をしていたと報告するにとどめてはいかがですかな。それにしてもあなた、谷に何の用があったの。やはり何か疑問が。やれやれ、ひどい目に遭うたの。しかしお主を追ってきた小アッパどものおかげで九死に一生を得たわ。クックック、生徒に心配されてすっかり教師じゃな。お主も教え導く者としての自覚が出てきたのやもしれんの。ま、わしが導いてやっておるのか。それも当たり前よ。しかしあれだけの危険にさらされて得るものなしとはとんだ。ん？なんじゃこの感覚は。わしの記憶がお主の体に作用しておるのか。おお、これは面白いの。お主少し強なったじゃろう。これもザなどへ行った結果か。無駄足にならずよかったの、お主。あ、拾ったじゃと。うん、これはお主にとって有用なものかもしれぬ。ま、使
い道はお主が調べるんじゃな。意外と得るものがあったの。ひどい目には遭うたが、わしとお主の小さな冒険と思えば実に楽しいひとときであったぞ。